CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も日本再生スイッチ、ケント・ギルバートさん、そしてゲストに和也さんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。お二人よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今ですね、私の手元にこうジャパニズムの24号があるんですけど、これ表紙にですね、こう、ケント・ギルバートさんと、そしてトニー・バララさん、テキサス親父さんですね、はい。はい。載ってますけど、これ対談されてたんですね。はい。でこの内容が何かこう本になるということで、はい、これはいつ発売、はい、5月の終わりですね。5月の終わり、はい、はい、これも楽しみに見ていきたいんですけど、お二人は直接トニーさんとですから対談されてるわけですよね、はい、そうですね、はい、で、さんどうでした。僕やっぱり英語がちょっとあまりわからないんで、ちょっと通訳を返してになるんですけど、いや本当にちょっとこれ表現がこれで合ってるか分かんないんですけど、気のいいおっさんって感じですかね。気のいいなんかね、言い方がすごいんだよね。この中で、はい、ある団体の批判を僕はしてて、うん、非常に論理的に言ってるんだ。だからこういうものなんだろうね。トニーさんが、単なるバカたちだ。それからあとはね、天皇制について多少話しますけれども、はい、新しい大使が就任すると。天皇陛下に挨拶しに行くんだ。でこの間ケネディの大使が行ったんだ、はいはい、でニトニはね、あの間抜けは清掃しなかったんだからなっていうあの間抜けって言うんだからね、大使を。いやーもう本当にね、良きおじさん、うん、本当に。彼は、まあ、ケントさんは日本に長いじゃないですか、はい、ですからね、日本のこと詳しいっていうのは分かるんですけど、はい、トニーさんはなんでこんな日本のことに詳しいというか、よくご存知なんでしょう。結構勉強してるみたいですね。で何回も、まあ、何回か来てるし、うんうん、非常に勉強熱心だという感じがしましたね、うん、外見と発言から来ると、そんなに深い人間ではないような気がするんですけど実際にね、よく考えてやってるんですよね。それから活力があるしね、あの年齢で、はい、僕より上ですからね、はい、でもね、よく動き回って、うん、でまあ、半分活動家みたいになってるわけだから、うん、非常にありがたい存在なんですよね、はい、で本当に日本が好きみたいですね、うん、日本と日本人が好きで、うん、いいところを見つけようとするんですよ、はい、悪いところをあんまり気にしないみたいですよね。なんかそんな感じがしますね。本当に新日ですね、まさしに、はい、うんうんうん、で日本の何がいいんだって言ったらね、秩序がいいっていうわけですよね。確かにいいですよね。行き過ぎもあったりしますけどね。ちょっとこの中のエピソード一つ言いましょうか、はい。大震災の、はい、東北のはどこにいました、はい、うん、僕は地元の北海道にいました。じゃあ感じなかったんだ。いや、結構揺れましたね。揺れました、はい、うん、まあでも混乱はなかった。そうですね、建物が倒れたりとかそういうことではないので。神谷さんは関西にいたんですか。大阪で議会にいました、市役所にいました、うんうん、僕はね、群馬にいたんですよ、はい、高崎に、はい、東京に帰ってくるのに朝2時までかかっちゃってね、車で、うん、こっちの橋の方が近いなって言ったらね、この橋はずれてるから使えないよって、戻るのに1時間かかってぐるぐる、はい、もう結局田んぼ道をずっと走ってて、はい、周り全部停電してるから真っ暗なんで、はい、車のライトをハイビームにしてバーッと飛ばしてもそれぐらいかかってね。それで夜中に大宮に着いたんですよ。だいたい12時過ぎた、12時半頃かな、着いたの、はい、そこにまあ、すき家があったわけですからね、ちょっと泊まってみたんですね。そうするとちょうどね、都内から歩いて帰ってきた人たちが到着する頃なんですよ、はい、そこに、うん、で中入って注文はしないんだけど、ちょっと休憩してトイレを使って、でまた歩き始める。で思ったね、まあ一生懸命歩いてきた人たちもちゃんとまっすぐ列になって歩いてるのとそのすき家もね、売り上げは別に増えるわけじゃないし、うん、じゃないんで、トイレをタダで貸してて、休憩所として貸してるっていうのはね、まあみんなで頑張ってんなっていう感じですよね、うん、あれなかなか。そういう状況でも日本人並びますから。そうだよね、並びますね、コンビニとかでも、うんうん、まあちょっと面白い話があってね、
仙台に東京スター銀行の支店ができたばかりだったんですよ、はい、で、頭取が僕の友達だったんですよ。あ、そうなんです。当時はね、はい、うん、今は違いますけど、今はリタイアしてハワイで悠々自適の生活をしてるんですけどあれ羨ましいよね、うん、あの当時はね彼が頭取だったんですけど仙台支店が破壊されたんですよ、はい、それでどうしようって言って、まあ、機械を東京から運んで、まあ、ある違う銀行の2階を貸してもらってね、運んで、まあ、設置したわけですよね。それで、まあ、営業しようと。で、預金者は結構お金が銀行に 入ってるお金が使いたいわけだからね、はい、これはしなきゃダメだと。それで、まあ、あの、まあ、できたんですよ、はい、ところが問題はですね、その銀行のお客さんは通帳持ってないんですよ、はい、うん、通帳もパスポートも何もかも流されてしまってないんですよ、はい、お前誰だってなっちゃうんですけどね、はい、あの銀行にやってきて、あの私は誰々でこれぐらい入ってたんだけど引き出したいんだとしたら、当然銀行の社員はそれ断るわけですよ、うん、ところが頭取は言いました。いやー、それはねこういう時なんで、そんなにね、日本人は大体ね誠実なんだから、うん、まあ本人はね口座があってそこに残高があったというなら、うん、10万までは無条件であげなさい、うん、すごい、うん、うん、たかが10万円でしょ、うん、ってこう言うんですよ、はい、それでね、それ明けをしたということを言ってないんですよね、その後も、うん、あ、 あれすごいなと思ったんですけど、うん、ところがね、その機械を仙台に運んだ時に、まあ、お見事トラックを確保して運んだんですけど、ガソリンはあの満タンにしても往復はできませんからね、うん、それでガソリンを缶に入れてそれも運んでいけと、帰りのためのガソリンもと頭取が指示したんだけど、はい、それ法律違反でしょ、うん、社員は何があろうともそれをしてくれなかったんですよ、彼の指示に従って、うん、ガソリンを噛んで囲んではダメだっつって言ったらやんなかったですね、うんうん、それで結局そこに足止めされちゃって何日も帰ってこれなくなってしまったっていう、それ日本人の真面目さがあの、うん、たまに悪い方向に向きます、うんうん、そうですよね、融通が効かないところもあったりしますけど、うん、まあ、でも僕は心温まる話だなと思ったので、ね、うんうん、そういうところがトニーさんが日本が好きな理由、うん、それは僕が言った経験なんだけど、うん、トニーさんはすごくそれいいね、うん、いいねって言ってましたね、うんうん、なるほど。でもやっぱりそのトニーさんとかケントさんとか、まあ、昔だったら例えばキンビレイさんなんかもちょっと外側の視点から日本を見ていろいろ評価してくださったじゃないですか、はいはいはい、日本人ってやっぱそういうのすごく好きだと思うんですよ、はい、なんか自分たちからなかなか言えないんで、ちょっと半歩外にいる人たちぐらいから言っていただくとすごくこう嬉しくなっちゃうというか、なんかこう、うん、失われた誇りが取り戻せるというか、うん、自分たちがどう映ってるのか分からないかもしれないですね、うん、あ、それは周りあるでしょうね、うん、鏡になってあげるといいかもしれない、うんうん、まあ、そのようなこととか、まあ、いろんなこと書いてありますよ、うん、はい、アメリカの悪口は思いっきりトニーさんのアメリカの悪口を言ってますから、ね、リベラルに乗っ取られた米国って書いてありますもんね、そうそうそう、うん、まあ、トニーはね、まあ、リベラルはまず大嫌い、うん、それをもう言うんですからね、はい、うん、どこでも言ってますよ、うん、言ってますよね、まあ、一つのテーマなんですけど、うん、アメリカは好きなんですよね、アメリカ好きだけどリベラルが嫌い、アメリカ好きだけどリベラルが嫌いだ、うん、日本も好きだけど日本のリベラルも嫌いでしょうね、うん、あの理解すればするほど嫌いになってくるでしょうね、はい、あの、うん、あの特定の団体の名前を出しちゃいけないかもしれないけど、日弁連の話はこの中に出てきます、ね、はい、出しちゃいましたね、はいはい、そう、その本も、まあね、コアガが5月に見てもらいたいんですけど、はい、うん、はい、でも、ね、この番組タイトル日本再生スイッチということで、やはり日本人が日本を客観的に見つめるきっかけをね、はい、まあ、これからもケントさんとかテキサスワイズさんにはどんどん提供していただいて、まあ、我々はそんなのも受けつつ、また日本人から日本人への発信をしていきたいと思うので、ぜひね、そういう、こう、まあ、キャッチボールをしながら、はい、情報交換をしながら今後も日本人のスイッチをどんどん入れていきたいなというふうに思っております、はいはい、今回もありがとうございました、ありがとうございました。